大家好，我是中日家庭的燕燕。你在干什么啊？你在看什么呀？滴呀滴呀。嗯，哦，下面在滴水啊。哎呀，这个种土豆啊，问一下有没有懂的人，一般土豆种下去多长时间发芽？我跟我老公我们上一次种的啊，应该我感觉应该有半个来月了吧，到现在啊都没长出芽出来，我都觉得好奇怪啊。刚才薅了一个出来，有发芽出来了，感觉可能是我老公把这个发芽点啊朝下面埋起来了，所以他这个芽一直没长出来，不知道是不是这个原因。这边的草好多呀。好个，好嘞。嗯。我喂。苦卡拉苦。虫がいっぱい。どれ？ほれ。あ、ダンゴムシ？ダンゴムシが出てきたね。そろそろ、これいい土なんだよ多分、だから美味しいからこう雑草も育っちゃうし、栄養があるから、うん、土にね。こっちあれだよ、野菜が作るの土、ここいっぱい埋めたの。我们家楼下这一块地刚好空出来了。ねまご、ここも売ったの？売ってなかったら買いたいな。買ってた広ね。ね、近くに住むといいな。何が？そこほら、向こうもあんだけど、ここだと階段作ってとかできたんだよ。あ、ここ？そう。あ、我老公说，要是我们楼下这一家，如果说以后卖的话，可以考虑一下。然后从我们家这边可以做一个楼梯下来，然后这样的话，通行更加方便一些。以后如果说我们后面这一家卖的话，可以考虑一下。你刚才在那里干什么的呀？尴尬的微笑啊。在这边等妈妈，妈妈去帮你拿那个欧姆子，把鞋子脱掉，回家把欧姆子拿过来，还有努力带着 T 恤，来，在这里把鞋子脱掉。拿过来。妈妈。啊？土豆还没有长出来。对，还没有长出来。疲れるねこれ。もっとしゃがんで帰って。你要蹲下来。しゃがんで。パパ椅子があるの。没有，靠着你蹲下来就可以了。膝が悪いから、帰ってしゃがめ。しゃがみなさい。それやると腰が痛む。现在呢，我先把地给翻一下。我翻好以后，再让我老公测量一下面积，进行消毒。よし、見て、見て。よし、見て。おお、ヒロ、かわいい。なんか、パパ、いつ焼肉とか行ってたの？わー、かわいい。像个小模特一样。ちょうどいいじゃん。やって、行ってみて。U ターンしてみて。U ターンして。よし。U ターンして。あったてキッチン。ヒロブレーキ。オッケー。もう一回行ってあっち行って。圧倒的大差。行って油断して行って。はい、じゃあ反対あり。反対あり。はい。
ひろくん、ブレーキした。ひろ、あ、ブレーキした。あ、したしたした。今。ブレーキした、ブレーキした。うん。おしおしてるほら。ストップだよ、ブレーキの時は。ストップ。じゃあお兄ちゃん10秒後に行くから、あそこからあそこ行って戻ってきて。ゆうちゃん、競争だとお兄ちゃんと。よー。せーの。7、6、5、4、3、2、1。ゴー。カイト、ゴー。おー、全勝礼拝。ブレーキ、ブレーキ色。おー、我现在会按那个刹车了。这个就是苦土石灰，专门是用来种菜之前给那个地里面消一下毒的。希望今年也有个好的收成。嗯，如果说有人就是你们也能买得到这种石灰的话，这个后面啊它都有那个计算方式的。撒上石灰以后，这个土还要再拌一下。我老公的膝盖不太好，所以我把它给翻过以后，他在上面再稍微铲一下土什么的就行了。哎，这个我翻地啊真的挺累的，力气活。身上穿的是我的裤子。全然平気や、ほら。全然平気や。可以吗？全然平気じゃん。今天教一个什么单词？草むしり。草むしり什么意思？雑草を取る。哦，拔草、薅草应该是这个意思。哦，我搞到。嗯，那这个单词的中文应该是拔草。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 看一朵。拔草的日文发音怎么说啊？嗯，草木西里。啊，今天妈妈也学习了一个单词，草木西里。草木西里。草木西里。那个杂草の中国語わかる？跟日文的发音很差不多，杂草。杂草。杂草。对不对？杂草。杂草。杂草。对对对。嗯，那凯德，你准备一下，明天要睡觉啊！明天那个要上学啊，准备睡觉。下次再见，拜拜。拜拜。拜拜。